ちょっと今回は趣旨が全然変わって、15年前の給与所得の源泉徴収票っていうのがちょっと片付けしてたら出てきたんで、なんとなく、動画にアップしてみようかなと思いました。ちょっと名前とか、まあ、住所とか書いてあるんで、あとは会社の方は、まあ、本籍のこれ、住所ですかね、書いてあるんで、黒く潰してありますけども、ちゃんと刻印がついてる、本物でございます。15年前とはいえ、まあ、その時人と給料とか比べたことがないのでよくわからないところがあるんだけど、まあ、はるかに今、15年経った今よりも、まあ、仕事は変わっちゃってるんで、年収が全然多いです。まあ、転職組で、家族もないんで、しょうがねえのかなというところではいるんですが、当時もまあ独身なんで、まあ、30歳ぐらいですかね。役職はまあ課長っていう役職がついてたんですけど、勤続7年で、このような給与とボーナス合わせて445万1300円という収入がありました。こう見えるかな。まあ、これだと、ね、月いくらなんだよという話になりますんで、まあ、445万として、割ることの12ヶ月で計算し、単純に計算してみると、まあ、37万833円ですね。まあ、これは税金とか引かれてないので、総支給ということでの計算になるけれども、まあ、ちょっとこれでもよくわかんないと。わかりにくいんであれば、まあ、ボーナスが、夏冬で40万40万ぐらいだったので、計80万円を、引いて、単純に12ヶ月ですね、12で割ってみて計算するしようと思います。まあ、年収445万で、引くことのボーナス2回分80万で、まあ、365万ぐらいになるんで、これを12ヶ月で割ってみると、1月の給与がだいたい出てきます。と30万4166円、まあ、だいたい税込みで30万月収でありました。まあ、今よりね、全然多いんで、悲しくはなってくるんだけど、まあ、これが現実、まあ、転職している人間の現実かなと。特にこれは技術職でも何でもありません。一般的な本当に、まあ、オフィスの中で勤めてる、サラリーマンみたいな形ですね。事務職でもないですけども、特に技術や資格は持ってませんでした、その当時。某、まあ、エステの方の本社勤務で、まあ、社員数は1000人ぐらいはいますけれども、大手でも何でもありません。部署も、まあ、店舗に絡む、事務職でもないですけれども、ちょっといろんな仕事をやります。まあ、特に資格も何もなく、7年勤務ですかね。25歳ぐらいから、始めて、24だと。まあ、全然10年も経たないぐらいの、給与所得になります。まあ、いろいろ転職はしてますけれども、今現在、じゃあ10年ぐらい経って、10年以上経ってどうなのというところで、技術職にはついてます。まあ、資格、まあ、なんていうんですかね、国家資格とか必要のない、まあ、技能を、まあ、有する。仕事はやってますけれども、それでも、まあ、まだ転職して、ね、2年とかそんなもんなんで、少ないのはまあしょうがないけれども、ちょっとあまりにも、ね、全然昔の方が多いんで、まあ、ショッキングかなというところではあります。
まあ、これ以上やってると暗くなってくるんで、やめておきます。GoPro ビデオストップ。